トナカイってどんな生活をしているの？みんなこんにちは、アテナくんだよ。クリスマスといえばトナカイだよね。ところでトナカイってどんな生活をしているんだろう。今日はトナカイさんにお話聞いてみたよ。いや、こんにちは。僕はトナカイ。僕たちはシカの仲間。僕らは北ヨーロッパやロシア、北アメリカとかに住んでいるよ。僕は暖かい季節には草や小さい動物を食べるよ。苔や下、草木、木の芽、木の葉、キノコ、あと魚、小鳥の卵やレミングなんかをね。でも冬になると餌も少なくなるでしょ。そうなると厚く積もった雪を掘り起こして、その下にある苔を食べるんだ。そうそう、北アメリカの先住民は僕らトナカイのことをカリブーって呼んでいるけど、カリブーってその人たちの言葉では前足で書くものっていう意味なんだって。トナカイのメスの重さは140キロくらい、オスは220キロくらいだけど、大きいものでは300キロを超えるものもいるよ。僕の敵はオオカミやヒグマ、クズリ。敵を見つけたら僕らは時速60キロから80キロの速さで逃げるんだ。僕らはシカの仲間には珍しく、オスもメスも一緒に群れを作るんだよ。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録してね。バイバーイ。